いやね、はい、モンストもなんかいっぱい今までアップであったじゃない、はい、今日までね、はい、でそれをちょっとなんか一回ね振り返ってみようかなと。おお、いやだってね、深い深いになりそうっすね。すでに、いや今画面出してるけどさ、はい、もうこれ普通になってるじゃん。これ普通ですね。昔はやっぱ全然違うわけだから。もうこんな背景とかなかったですからね。なかったなかったしね。はい、そうなんですよ。まあなんでちょっとね、一個ずつ振り返っていこうかな。まあ一個ずつというか、まあいろいろね、まあ思いついたところからでもいいんだけど、はい、うん、今もうなんか当たり前になっちゃってるけど、いや前はそうじゃなかったねっていうものっていっぱいあるんですよ。だって何年目ですか。いや何年目ですかよ。7年、8になる、8になる、8になるんじゃないですか、うんうん、あの10月で7年以上。そうですよ、何年半以上、うん、いやちょっと振り返っていきたいなと。まず、まずの話だけど、やっぱ重心化とかもないから。昔は重心化ってもういつっすか、もう分かんないんですけど初めていつ。いや、そもそもがだって、神化とかでキャーって言ってたね。まあそうっすよ。まず神化もなかったからね。まあそうっすね。いわゆる、まあ本当はあれ進化って言うらしいけど、神化って言ってるけどね、分かりやすいから。うん、うん、あれもなかったからね。まずは最初に来たのはだってゼウスでしょ。そうそう、バルキリーとかね。バルキリーとかゼウスシリーズよね、うん、そうそう。で、ストライクドッキングもそこで始まって早速ストライクドッキングなくなったやつをそのワンシリーズで終わるっていうゴッドトレインね、うん、あれは木村さんが言ってたんだね、ツイッターで言ってた。そうそうそう、あ、そうだったんだっていう、うん、ありがとうございますやつね、ありましたけども、まあ、なくなってしまったのもありますね。逆に今ないやつってことだね。まあ、幻ですよね。幻だったねとか、まあ、まあこれも超普通だけどさ、あの超絶とかのやつクリアしてもさ、1ドロー確定とかじゃなかったじゃん。あああれっていつっすか。あれ意外と最近じゃないですか、うん、でも2年最近なの。3年確定は、ね、1枠確定もう結構前な気がするな。前か。だからそれじゃない時に回って作ったっていうのもあるんだよね。だってね、運極をね、うん、とかメーターもなかったじゃん。あ、そうっすね。ね、メーターもは最近な気がする。亀が出ちゃった時の溜まっていくと、まあじゃあ、うん、モンスターをね、うん、あげるよみたいな。なんかまあ5体もらえたりする時もあるみたいなやつね。うん、あれもなかったわけですよ。まあいろいろナイスのが追加されて、やっぱいろいろやってるんだなとは思いますね。うん。とか。2018年4月末。LINE 連携開始。それ確かね、これ結構でかくないですか。イベントの日だった気がする。うん、なんか近くでしかやってなかったマルチが、うん、LINE を通してできるようになったと。そう、遠くてもできるようになった。これ結構でかいアップデートだったじゃないかな。そうだね。え、これって2018年か。なんか結構昔に感じるけど、ね、結構昔になりますよ ね。案外だって3年前ぐらい、うん、なの、まあね、3年の月がもう最近のようにそうだね、最近、うん、もっと昔からあると思った、うん、結構衝撃だったもんな。これどう合ってるのかななんか近くでね近くでみんなでワイワイやるっていうね、うん、っていうのがやっぱモンストだったわけだから。あとなんかあーってなったのが、うん、モンスポット登場。モンスポットもなんか結構最近に感じるけどね。2018年7月。あー意外と。川場さん、モンスポット見せてください。モンスポット見せてくださいここね、ここね、ここね、ここでやってます。なんもないっていうなんも結構ここ渋いな。でもモンスポットでだいぶあの、はい、なんだろう、変わったと思う。まあね、だってさ、まあまあ、例えばノマだったらさ、うん、もう経験値スポットないとやる気も起きないぐらいそうね、だから、うん、全然違うじゃん。お得だっていうのはその逆裏を返せば、うん、ないと損してる気分になるっていうことなんだよね。いや、そう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 、司法だったりも、そうじゃないと神殿もやりたくねえとか、氷もやりたくねえみたいな。そう、まず
あのモンスターストライクはあのスポットを取ってから始まります。朝、まあ、だってなんか習慣するしさ、なんか司法ないとやる気大きいもんとか、うん、そうだから、そうスポットを取って始まるんよね。そうやな、朝一な。そうそうそう、じゃないと、いっぱいやっても、うん、損した気分を味わうことになるっていう。そうだね。そうだから、それを嫌う人もいるし、あ、よかったなって思う人もいるから、まあそうだね。そう、ちょっと人によって意見は変わるとは思うけど、うんうんうん、だって昔はだってクエストのストックとかもなかったわけだよ。あ、ストックもなかったですね。ストックっていつなんだろう。遠藤さんストック見せてください。ストックいつ引退した人も見てるわ。今ストックできるんですよ。いつからストックできるんですか。あ、もうストックしてます。ジャスティス市長。ジャスティスしてます。今来てるけど。とりあえず取得みたいなのありますね、あのスタミナを使っとくっていう意味で、うん、でも今スタミナ使わないから。あ、そうですね、クエストに入ったらスタミナ、最初はその、うん、あ、やばい、スタミナ増えてる、ストックしとくか、うん、もったいない、もったいないっつってね、ストックした瞬間にスタミナギュンって減りましたね。今は行かないと減らないから、うん、で これがあの、うん、親切なのか不親切なのか。そうだよね、まあ多分親切なのか、結果溢れちゃってるんだけどね。そうそうそう、気にするなってことですね。まあ、これそれ最近ですよね。それ最近、うん、そうね、これは最近だね、うん、スタミナなくても一応ストックはできるよっていうことね、うん、あとこれ何気に嬉しかったのが、うん、2018年3月、結構2018年多いのは嬉しいの、うん、クエスト中の矢印が敵の上に表示される。これ昔は下だったから見えなかった。見えねえっつって矢印引っ張っても見えねえ。違う違う、それで言ったら順番の1234みたいな、 1P2P みたいなのとかも最初はないから、はい、あれなかった。あ、え、どれ、俺のどれだっけみたいな。あ、なかった、ね、何人もいた時に俺の敵だ、どれみたいな。同じキャラ使ってるのに。そうそうそう、そうだったっけ、それあんま記憶ないな。うん、そうだったんだよ、その頃っていうやつだね。何気に振り返ってると、お、この矢印めっちゃいいじゃん、確かに、うん、これでも覚えてるな、うん、矢印超見づらかったからな、うん、だからプレイしやすくなった。まあこれ表示変更もできるんですけどね、うんうん、オプションで。そうだね、なんかいろいろあるよね、そういうの。矢印関連結構あるよね。そう、見づれへんよってガイドのなんかその、うん、ブロック貫通なのかなんだろうみたいなやつかな。あとワクワクステッキの追加とかも結構びっくりした。あ、まあでかいな、まあ、そもそもワクワクがって話だな。そう、前はさ、その神殿が、あのこの当初はさ、その天井がなかったからさ。ああ、そういうことね。そもそも、うん、バオさん見せてください。天井なかったじゃん。あの天井ね、まあ、要はあのだんだんなんか消えてくっていうやつね。そうそう、だから今の神殿はさ、だってあの、うん、天井がその96で金を96個出せば、うん、まあ最悪96種もあれば好きな身、うん、あ、96種じゃない、96個出せば好きなワクワクの身取れますよっていうシステムになったからさ、うんうん、昔はもう絶対この中から抽選だったじゃん、うん、96分の1を常に求めて回ってたわけじゃないですか、ね、抽選。いや、今考えたら考えられない。いや今考えたら、うん、ってよくやってたわ。まあその分ちょっとだけ種類は少なかったけど。まあそうですね、そうですね、今よりは、ね、その仮名劇とかね、うん、仮名劇も照明、平明、まあ平明かとか、平明も途中ですもんね、うん、で仮名劇とかも数値とかも上がったりしてね、途中、うん、そうだね。だから神殿は結構あの大幅に変わったな、うん、昔と比べて、うんうん、超昔にやってた人は今の神殿とか信じられないんじゃないかな。そうだね、うん、だから出ないイメージがあると思う、うんうん、昔の人がいきなり始めたら、うん、え、若くの人が全然出ないでしょ、特急作ってきゃ一緒みたいな、うん、適当に、まあ、今もう特エルが普通になってるから、まあ、そうだ、今特エル普通じゃないですか。そうだ、昔だって特エルって言ったらやべえこいつ特エルついてるんですけどだったじゃん、うん、経験値学び L とかお前学び L 持ってんのやばくねみたいなだって普通のだってさ、俺360にするときとかさ、普通の学びだったよ。ああ、なるほどね。あの、ツルツルの、うんうんうん、ツルツル坊主学びで、ああ、もう、まあ、ツルツル坊主、まあ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 、オッケーオッケーっつって、やったのに、今、L じゃないともう、ダメだもんね。そうね、ダメではないけど、あの、うん、まあ、効率はね、そう、損した感、そうね、出ちゃうから。うん、だから、神殿は、ここ、まあ、大きく変わったなって思ってるし、うん、まあ、それで神殿好きになった人も多いんじゃない。うんうんうん、と思う。俺も神殿楽しくなったし、うん、あとまあ貸し門借り門ね、うんうん、え、それいつだったっけ。
貸し門借り門ここにありますからね、皆さんね。いや、びっくりですよ。貸し借り門どこ？ここよ、この、ね、通称パクモン。通称パクモンっていつですか？これはでも、いつだろう。え、パクモンいつ？でも、2年以上は経ってんのかな。うん、そんな感じか。まあまあそんなに活用してないけどね、別に。でもそのと使ってみたとかの時はやってるけど、俺別に普段そんな、まあ、このご時世特にそんなだけどね、うん、だって近くにいないともらえないの。あ、まあ、そう、近くに住んでないとね。そう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 、だから、俺とかの友達と家近いから、うん、パクらせろよっつってパクってるんですけど、うん、それでラプラス持ってない時お前死んでやんねえだろ、ラプラスパクらせろっつってやつだから結構期間長いからな。そうそう、モンスターレーターはまあ私も、うん、局所的に役に立つ、うん、感じだった。え、いつパクモン、いつとか、まあ、フレンド使用キャラもこれもともと2つじゃないから、まあそうでしたか、もともと1枠だったから。確かに、一応今星5以下制限クエスト専用とかなったけどね。だから昔あの、うん、ね、制限クエスト出た当初とかはひどかった、うん、なんで5、4号置くんだよ、ふざけんなよみたいな同じだからね、共通の一枠しかないから。なんかフレワークフレワークすげえな今日みたいなおい、クエスト終わったら帰ろよとか思ってたね。そう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 。あ、なんならフレンドシステムって結構変わりましたよね。もう自分を置けるようになったのっつうのも結構でかくないですか。ああ、確かにね。だってそれ結構あのソロで結構置けやる方は、うん、そうだね、そうだね、そうだね、死ぬほど嬉しいアプレゼントとは思う。2018年10月1日かな、うん、実は違うかな、でも2018年の10月です、やば、10月3日。しかも昔はなんかさ、あのスタミナ使えませんでした。スタミナだったっけ、なんか自分自爆使う。あ、なんか確かにあった、確かなんかほう、なんか使って自分を使うんだったけど、今もうなんならないじゃん、普通にね。そうそう、無制限じゃん。うん、そうだそう、なんかあった気がする。確かに確かに、うん、まあでもそれでも使ってたレベルだったから、うんうん、ここタダになったのは嬉しいアプリだった。そうだ、うん、いつだったっけ、それもでももうだいぶ昔、1年以上、いや、そう、2年ぐらいは前な気がするけど、うんうん、そう、モンスターなんか結構そのやっぱり中の人たちがめっちゃちゃんとやってるから、うん、あの悪いところがね、うん、すぐ改善されていくイメージなんだけど、うん、ソシャゲの中だと。そうだね、うん、まあ、あとは、まあまあ、そんな使うことがない。タイムシフト、タイムシフトバチバチに使いますね。あの一応24時間前のやつを、うん、こうまあ、呼び戻せるとか復活させることができるというね、うん、クエストね。やっぱ時間合わないってあるじゃん。まあ、あります。やっぱスケジュールが、ね、刻まれてるわけだから、このもう降臨スケジュールでありますから、うん、そんな中でちょっと時間合わない、まあ、全部できるわけじゃない、やっぱね、新しいやつとかタイムシフトできない、まあ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 、であるけども、まあタイムシフト可能なやつはこう復活させて1時間だけね、うん、できるっていう、まあ、あれはめっちゃ嬉しい。そらメルメルね。そう、だからそれで言ったら、まあ初歩とかもなかったわけですよ昔は。初歩っていつからですかね。もうだってもうだいぶあるような感じがあるし、うん、するし、もうこれなかったら俺もう無理だと思うっていう。ショコとかだってもう、ね、2015年とか16年とかの話なんじゃないですか、ね、そんな前ですかね。多分そうじゃないですか。そんな前かな。そんな前、俺意外と最近な気もするな。ええ、そんなことないですよ、うん、いやー、だいぶ昔っすよそれは。そうかな。いやいやいや、情報がないからさ。そいや、だってクエストが溢れ返ってもう無理ですってなったから初歩になるんですよ。そう、もう限界ですっつって。そうそう、もう降臨スケジュールに収めきれませんともう降臨スケジュールには入れません。クエストありすぎてもう下手したらもう2週間とか降臨しないやつ出ますみたいな状況になってくると、もう別枠にしか行けないから溢れちゃうっていう、ね。まあ、時間に限りはありますんでね。そう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 、ってことだと思うんだけど、まあ、まあそういうことっすよね、うん、なるほど。だからだいぶ前にそれは、うん、追憶の初歩はさすがに結構前でしたね、うん、5年前ぐらいとか。そうっすよね、うん、じゃあまあ2年分ぐらいのクエストがじゃあそこに突入したってことね、うん、多分ね、うん、でもそんなやっぱ最初できるイメージなかったんで、うんうん、やっぱポイント制そうだねだった、うんうん、だったよね多分、うん、当初だからあんまやってないイメージだったけど、うん、だからまあアイテムとかもなかったから、うん、宝箱2個追加とかもなかったから。まあ、あとでかい印象で言うとやっぱり紋章なんじゃないかな。紋章、紋章、紋章力は紋章みたい。じゃあ紋章を写してください。はい、紋章ね。
あの紋章が生まれる前のモンストは、うん、あのまあ、うん、初めてじゃないですけど、まあ、うん、運極をたくさん作る意味が生まれた、あ、なるほど、ね、コンテンツなのかな。まあ一応あの運極ボーナスみたいなもんね、あったけどね、そのなんていうんだろう、運極ボーナスっていうか、なんかいっぱいもらえるやつあるじゃん、うん、そういうのもあったけど、運極ボーナス、あのほらここにあるやつ、ほら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 、ああ、それかそれか、これだね、ああ、そうです、達成数のボーナス、これもまあちょっともう、まあそれもでかいですね、相当オーバーしちゃってるから、うん、それもでかいですね。何体だってこと、ん、何体で本当全部発動するの、300か、300、まあだからもうだいぶオーバーしちゃってるけど、昔はなんかこれのためとかにやってたのもあったしね。ああ、それのためか。でもその次なんじゃない、その紋章ってのは。確かに、そっか。まあでもなんか、うん、一番なんか運極とか紋章力を上げるために運極を作るみたいな。そうだね、まあてかこれ結構効果がでかいからね。そう、もう半端ないんで、うん、じゃあ根拠はめっちゃ思ってますね、くださいよ、うん、最近はあんま俺チェンジしないようにしてるから、うん、新アップデートでなんか根気をパクるっていう機能欲しいんですよどうやって近くのフレンドの根気をパクる最悪これもまあ上限ソウルスティール上限ある、1日にたまる上限あるから意外とたまんないんだよねそのなんかのむずいやつとかでさ、ガチャガチャするとさ、うん、結構なくなるよね。あといろいろなんか面白いのとか試したりすると、うん、そうだね、なくなりますね、うん、だから俺は本気欲しいんで、うん、ママドロさんのソウルスティールしたいないや俺はただでさえ、いや、いいや、節約してるだけだから、いや、余ってでいいじゃないですか、いやいや、本日貯まる分、俺多分ちょっと少ないから、あのモンパスっていうシステム、そっかそっかそっか、モンパスというシステムありますからね、皆さんね、いやでもいいじゃないですか、ちょっとぐらいやらねえはい、まあ、モンパスというシステムも何万円もなかったわけですよ、うん、確かに、うん、で、あとこの紋章が出てきてからやっぱり紋章のもんでモンストってなりたい強いからね、強すからね、めちゃくちゃ強いからね、うん、まあ使うわな、まあでも別に俺そんなにめっちゃ使うこともないけど、めっちゃ強い、うん、まあなんか難しいやつをまあサクッとクリアしようと思ったら、まあ紋章に行くのがまあ一番ベストであるよね、うん、だってね、つけない理由はないからね、まあね、まあ、もう紋章つけるとキャラが変わるからガチで、うん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 、もうそのキャラがそのキャラじゃなくなるそれぐらいパワーアップするわけですよ。そう、そう、今ネフティスするネフティスプラスになるつけたら、かつやっぱマルチでやると、まあ、4人紋章いけたりするわけだから、まあそうだよね、1人だとやっぱり、ね、1個しか開けないけどね、まあフレンドで使って、まあ、うん、自陣だと2は組めるよ、その人は、ね、まあ、だからある意味そのみんなでやる理由にもなるし、まあそうそうですね、うん、でまあ運極作る理由にもなるし、そうね、もちろん、まあ、最初の方はアーダカーダ言われてたけど、うん、まあ俺は別にいいと思ってます、まあ、結構、うん、まあ、なんか割と結局どこでも使えるから、まあ、クエスト全体のなんかレベルを一つこう、ね、そうそうそう、と下げてくれるというか、なんか目標にもなるし、ここまでやったらこれつけられるようになるわとか、うんうん、なんかいい目標にはなったんじゃないかなとは今のところは思ってるんですけど、はい、だからそういうタイプのやつでいくと450ね、450 やってます。いや俺はもうなんか、いや四五十落ちないんだって、いやいや四五十は落ちますよ、すちょ極みあれば四五十落ちますよ、四五十全然四五十は落ちますよ、かけらはかけら何にもやってねえじゃんかよ、違うよ、違うって、いや、じゃもうあと俺は真実を、はい、真実を語ったり、真実を言いました、だってさ、聞いて、いや、はい、この前さ、はい、あの四五十の森のキャンペーンあったの知ってる、ええ、あのスコア5倍スコア5倍ってだから違うでしょってなってそれはモンストニュース見てるユーザーの多分9割は思ったと思うじゃあ、なんかああいうの見るとさ、もうやっぱ四五十をやってほしいという気持ちはあるけど、かけらをたくさん落としたくはないっていうさ、人間の汚さが出てきて、いやもうそれってなんかドロップ増やしたくないって言ってると同じじゃんっていう、このコンテンツの寿命を縮めたくないっていう、あの気持ちが出てるやつ、やってほしいからなんか足すけど、でもごめんドロップはダメだわ、ドロップはちょっとまだ早いわっていう感じがすごい伝わるっていう、でもここでスコア稼ぎする気には起きんだなっていう
そうそうそうなんかなかったあれ苦しいよね、もうちょっとあれ苦しいっすね、うん、もうちょっとドロップしやすくするか、だから夜中でやって、だって6、うん、7とか落ちれば、うん、ああやったやったって俺思うレベルだったから、うん、まあだからあれ安定して10ぐらい落ちる、でワートリーの時がすごい良かった、まあだから2倍の時っすよ、ね、あれ味わったらもう戻れんわ、いやもうあれを先に出したのが間違 い、ね、マジであの2倍を先に出すともうこっちとかもうやらなくなるからガチで、あれ間違いない、もしかしたら見てる人知らない人もいるから、うん、何とかまたさん集合中は私分からんがこれ見てもモンスターからいくぞ、いや編成とかから、ねまあ要は守護神ボックスの方スーパーパワ ー、スーパーパワーね、敵に編成できるわけですね、守護神2やつを、はい、で条件が4体、そうそうそう、4体以外で1匹編成できるやつなんですね、うん、まあ実質ストライクショットが1個増えるみたいなイメージなんですけど、そうストライクショット5個みたいな、そうだから条件を達成するとできるっていうね、うん、うん、やつでね、まあでその守護神にレベルがあって、そのレベルを上げるのが大変、うん、そう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 、なので、でレベル上げに必要なのが、うん、そのかけら絆のかけらってやつなんですけど、これをなんか強化していくみたいな、そうっす、で効果が上がっていくよっていう、そうこのかけらが落ちない、そうで、うん、で9と10とかの間結構ある、そう結構ある、これだって9から10で今 16% あるんですよ、16%って、ね、これ全然違う、そうだから基本的に10で使う、ただいいか全部やっても全部レベル10にはできない、まあできないです結構そこを嫌がる人多い、まあ1体の守護獣を覚醒するのに500個絆のかけらが必要で、 その1つの極み究極でゲットできるのが400なんで100足りないっていう、うん、それはね直した方がいいと思うよこれはごめんなさいね、ちょっと守護獣ちょっと熱くなりました、もやもやする、すいません、そういうつもりじゃないんですけど、ごめんなさいね、守護獣だけちょっと熱くなりましたけど、はい、レプリカレベル1じゃないですか、いや、俺だってビビアンしか使わないの、いや、びっくりした、え今レプリカレベル1だって、俺レプリカ使わないの、嘘でしょ、ビビアンしか使わないから、マジでやってないで、2倍の時に使ったのにね2倍の時のやつを全部ビビアンに吸い込んでる、ああ、そういうことか、そういうことかレプリカもう後々でいいやっていう、そう投入したビビアンの方が優先だろうっていう考え、そうそうそう、好みがあるじゃん、あなるほど、ね、好みがあるんですよ、なるほどね、そうそうそう、で、まあ、またあの2倍来た時にやってるレプリカを開けようかなっていう、あそういうことか、よかったね、そうそうそう、レプリカはもうあったのか、うん、っていうやつとかね、で、新たにスレイプにいるっつうのがまた来ますね、あ、そうだね、うん、あれなんだっけ、証明ですね、10%、あ、証拠、そうそうそう、いや、あれはまあ強いんじゃないですか、うんうんうん、普通に、はい、はい、まあ楽しみですね、うん、またやんないといけない、いや僕はやりますけど、うんうん、はい、でそんなんだなといいなっていう、なんか適度にむずいから、むずいっていうかめんどくさい、うん、結構時間かかる、まあ、俺はじゃあドロップ2倍になったもんやろうかないつになるんやろう、2年後とか、もうだってもう明らかにもうあの上さん渋ってるからそうだね、もう明らかにもう渋りムーブかましてきてるから、うん、まあ、あとなんだろう、アブレード、俺、うん、普通でもないな、やっぱ知らない人からしたら、ね、お助けアイテム、ああ、そうね、さっき言った宝箱が増えたりとか、そうそうそう、まあ、宝箱以外、まあ、ハートとか、そうそうそう、まあ、メダルの時ですね、メダル実装の時か、そうか、うん、メダル実装がもうだいぶ前ですね、だって4年ぐらい前ですもんね、まあ、その時も確かに宝箱も最初使っていいのか使っちゃダメなのかもうよく分かんなかったの、ダイヤのなんか貴重さが、うん、メダルの貴重さが分かんなくて、うん、初めのうちってなんかあのオリーブとかが最初メダルキャラだったじゃないですか、ああそうだね、うん、しかもあれ運極できたから、うん、そうそうそう、あこれオリーブ運極作って、しかも結構超強い、まあ、そう当初、うん、当初は結構強かったから、うん、そうだからなんか宝箱に使っていいのかどうかっていう、ね、あれがあったけど結局まあ今は絶滅してるけど、うん、まああれあのタイプ運極するの大変だよね、めっちゃ大変だし、うね、もうなんならメダル見せて、バオさんメダル見せてどこでしょ、あったあったメダル機械、まあ、今回もありますね、うん、モンスターはね、だって我々、うん、このモンスター未だに運極にしてんの俺ぐらいだから、うん、スタッフだけですから。これって毎回なんかあのスコア稼ぎつけてなんか周回して集めてるんですか。うん、まああとガチャでもらったりとか、あまあそういう貯め方もしますし、うん、でこいつらが運極になってから俺結構普通に使い出したりとかです、うんうんうん。
じゃあ節約してるってことですか。結構してますね。でも本当にあの、まあ、僕の勝手なあれなんですけど、もうスコア稼ぎとかつけてもうメダル周回し始めたらもうマジで本当モンストしかできねえなって、うん、ちょっとまあノマクエとかに近い感じはあるよね。分かんないけど、まあ、あのは終わってる人とかはあれなんだけど、やることが一気に増えちゃう、うん、超神殿で厳選します、うん、で神殿厳選になると金閣もまあ使いたくない時もあるじゃないですか、うん、 そこでも使います。でスコア稼ぎでなくなったから稼がなきゃ。えお助けアイテムちょっと見せてもらっていいですか。いやでも単純に多分時間のかかり方が全然違うよね。尋常じゃないんじゃないですか多分ね。この 10% ダメージとかって高難易度だと結構使うじゃないですか。結構は全盛りにする時もあるよね、うん、マジムズやつは、うん、マジムズ時は使うんすけど、うん、まあ俺やっぱ基本宝箱ばっかりかな、うん、まあ俺は金閣っすね圧倒的に。ああそうかそうかそうか、金閣圧倒的使う、はいはい、まあでも最近選べるベルいっぱいある人は使わないで、まあ、節約してるって人も多いのかな、うん、選べるレベルの実装もなんなら、うん、まあでかいよな、うん、あとビスケとかね。そうビスケ選べるレベルがあの同時ですよね。あの年始で追加されましたよね、うんうん、あの年始のあれエクスカリバの時だったっけ、うん、エクスカリバの時ですよね選べるレベルって。あそうだっけ。確かそうですよね。だって去年は何も追加なくて、うんうん、あ見ないか。その前の年に選べるレベルだって俺お兄さんと選べるレベルって言った記憶ある。あそうね確かに確かに、うん、だからあの時なんだよ。例えば、まあ、見れるかな、それはね、一応。キャンペーンとか見れるか。だって、これすごいよね、やっぱね。ちょっと選べるめっちゃあるじゃないですか、ちょっとパクモンさせてくださいよ。もうモンじゃねえだろ。パクモンでもねえし。パクベル。溜め込んでるから。パク最近俺あんまり使われないしてるからさ。あちょっとパクベルしたいな。ぶっぱしたい時があるかもしんないから。確かに。それって、ノマ本気出したら。そうだよね、結構上がるよね。森友さん、乾燥するかもしれない。いや、乾燥はしてないと思う。乾燥はちょっと思ったんですけど、1000はいきそう、うん、とかね、うん、あるわけですよ。まあ、あったな、うん、いや、あとでかいの何だったろう。な多分ね、気づいてないだけでね、いっぱいあるんだよね。なんかすげえアップデート。だから、そうだからモンストの日よ、まさに。あ、モンストの日、そっか。モンストの日はなかったわけですから。モンストの日、昔やってた人が今聞いたらびっくりするんじゃないかな、うん、ガチャゲーム全部運極で使えるって一応言うと、そうそうそう、ラックがねそう、うん、プラ99になるわけだから、うん、まあ、全員なんかガチャゲーですら運極になると、うん、そう、その日に限ってはそう、だからまあいっぱい報酬がもらえるよっていう話ですよ、はい、ドロップがね、の宝箱がいっぱい増えるから、まあ、モンストの日にやった方がね、まあ、その運極とか使わなくていいわけだから、うん、なんか自前をね、うん、っていう日ですよ。モンストの日っていつからですか。いや分からんけど、でも何気に結構お世話になってるね。ここ2、3年じゃない。うん、あそんなもんかな。え、だいぶ前からなかった気がするけど、うん、いや、すごいよね。あ、これはこれはこれは、バージョン 14.0、うん、2019年4月。あえ、結構最近。ほら、最近最近、2年ぐらいです。2年前。2年を最近って言うから。でも2年はもう最近なのよ。我々は、まあ。長い歴史の中でね。そうそう、長いからもう8年近くそうだね。うん、まあ、それはそう。2年は最近なんだ。うん。そうだね。うん、これだ。これっす。いや、衝撃だったね。うん、いいのそれで、それで、そんでいい、それでいいんすかって。そう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 。ガチャゲン、運曲扱い。だから、まあ、その日はモンストやろうみたいなね。うん、感じでやってくださいっていう、まあ、実際今はもうなんか結構普通のイベントの降臨とかはとりあえずモンストの日にやっちまえばいいやみたいな気持ちになる時もあるよね、うん、まあ確かにモンストの日はまあガチャゲン4日使えるしな、まあこの日にまとめてやるから、ね、うん、だからそう2時間ぐらいガーってやってプラスタイムシフトもあるしみたいな、そうそう終わらせればいいやみたいな、ね、そういうの、うん、うん、あとうーん、なんだろう、あれは獣神化界が登場。ああ俺それ覚えてる。それだから今で言うあの戦型の書よ、レベルの書と線形の書、はいはいはい、これだいぶでかいんじゃないですか。獣神化界の日やね、それ東京タワーでやってたのが俺。あ、そうそう、で、あれもうゴッドストライク列がもうこのままなんかはい、獣神化界でーっつってでさらっと紹介されて、そうそう、ちょっと小松さん、それそういうテンションで紹介するやつでいいですか。それ死ぬほど覚えてて言ってた。え、大丈夫ですかこれってこれニュースの最後に持ってくるレベルのヤバいやつじゃないですかっつって突っ込んだら覚えてる。俺はそれをびっくりした。スマホで東京タワーの外を歩きながら見てて
で、その後スタジオに入ってったゴッドサイズですよ、こうやって、こうやって構えて持っててきてるから、そこ何の、なんか演出もなく、今なんかさ、あの重心抱えって言ったらモンストリオスでさ、デンデ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 ンってなんか曲の後にガーンって出てくるけど、もうゴッドストライクレースはこうやって出てきてる普通にあのスライドで出てきたから、うん、確かにそうそう、ってそうだったあれは、あれちょっとびっくりしたところっすね、うん、だから線形のショー、線形解放できるようになってめっちゃ強いじゃないですか、うんうん、超今やってた超方向のスピード、解放のショー馬尾さんちょっと見せてください、そう見せましょう見せましょう、あ、いいんですか、これこうやってめっちゃでかかって、はい、まあ要は120、めっちゃ待ってじゃないですか、ちょっと押していいですか、パクショすんな、パクショ、パクショしていいですか、120レベルにできるようになって、うん、で線形の書っていうのを使うと超線形っていうのがまずできたんですね、そうなんですよね、うん、超線形、超バランス、超スピード、超砲撃、うん、何言ったい、超パワー、うん、で重心か回だとそもそもどっちも解放されてるっていう状況なんですよ ね、 そうですね、まあやっぱ線形解放がね、うん、なんか今まではそのバランス型とかスピード型の友情強ければまあ、うん、すげえ使ってたよねってやつがもう砲撃型しか使わなくなった、まあやっぱり友情系のクエストでかいから、そう変化がね、そうそうそう、そ超砲撃か普通の砲撃かっていう差がでかい、差がめっちゃでかいじゃん、うん、そうだからあれはちょっともうその歴史変わってるんじゃないかな、うんうん、まあ砲撃型のね、だし、まあ、爆発枠のね価値も上がるというかね、そうなんならもうこれ超線形してからの強さで評価されるようになっちゃってるから、うんうんうん、今のモンスで、うんうん、そうだね、うん、まあもうなんか普通に使うなんてありえないみたいな、普通に使うなんてもう全然、うん、感じになってありえないです、強いやつはね、そう特に友情が強いやつはそういう感じはあるよね、まあ、うん、強すぎるよね、爆発で遠回で出ちゃうなんていう攻撃に関しては、ね、昔だって半減されるから、うわうぜーってなってたもん、逆にいやお前踏むなよみたいなのあったもんね、なんかそう昔はだから、まあまあだから爆発経由で出すなよみたいな、そう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 、何時してもなんでお前爆発当たってから当たるんだよみたいな、意味ねえだろ、半減されるだろうみたいなのがなくなった先に当たって、まあそうそういいけど、爆発してもいいけど先に当たって、先当たってから爆発当たった方がいいじゃんっていうのが関係なくなったっていう、ちょっと宣言かもしれない、そう、ね、まあそう、まあ、爆発との合わせは昔からは強かったからね、うんうん、友情キャラは、そうそう、まあ、さらに強くなったっていう、うん、まあ、超スピードとかはこの間で強い、うん、もう一回加速するから別キャラだよねみたいな話、やっぱこれでかかったっすね、うん、そうね、やっぱ話し始めたらいっぱい出ましたね、そうですね、宮坊さんのいいパターンだったすごい、俺の悪いパターンどうすかいや、あの、あれ宮坊さん今日も言ってたけど、うん、そんな話すことあるかなって言ってたじゃないですかあ、そうっす、やる前宮坊さんそういう時逆にだいたいある結果話すんだよね、始まるとね、うん、始まるだんだんねん、エンジンかかってきて楽しくなっちゃって結果一番喋ってるんだと思うだってもう30分経ってますか、うん、30分経ってそれだけ、別に30分経ってるけどさ、なんならだって全部はこれでも言い尽くしてないわけ、いや言い尽くしてないっすよ、全然してない、まあ、今日はじゃあこれぐらいにしとくじゃん、まあ印象に残ってるのはそんな感じかなって感じ、はい、ということでね、まあモンストやめちゃった人見てくれたかもしれないから、うんうん、まあそうっすね、まあ楽しい、今でも楽しいよってね、そうですね、便利、いろいろ便利になってるしね、まあ、うん、これ別に頼まれてないですよ、そう、頼まれてないっすなんてね、はい、ぜひ、うん、またちょっと触ってみるのもありかもしれないし、まあ、別に触らなくてもいいよ触らなくていい、別に触らなくてもいいよ、アプデしてみって、はい、したらアプデしてみなギュンってこの画面になって何々ってなるかもしれないし、ね、確かに久々に企画とワクワクとかがあるかもしれない、そうそうそう、うん、はい、ということで、はい、じゃあまたね、なんかいろいろ溜まってきたらアップデがね、またやりましょうか、うん、そうですね、まだ触れてないやつもあるし、また7、8年後に7、8年後に多いなぁ、あるあるかなってのもあるし、そもそもスマホでがなんかまたさらに違う世界に行けそうだけど、確かに、その頃には、
はい、リンクスタートしてるかもしれないし、ね、どうなるんでしょうね。どうなるんですね、まあはい、それまでにババゾンさんが 4,50 終わってるかどうかそれまでに 4,50 廃止されてるかもどうなるな、はい、ということでご視聴ありがとうございました。またでの時間お会いいたしましょう。バイバイ。世界